小さいけど賑やかだワン。東浦町で一番小さな石浜西小学校区。もともとこのエリアは片葉小学校区の一部だったんだけど、県営東浦住宅ができ、子供が増えたことで今の石浜西小学校ができたんだワン。さらに平成21年秋には小学校の南側に南ヶ丘団地ができて、少しずつ街の景色も変わってきたんだワン。とはいえ石浜西といえば団地の建物が思い浮かぶんだワン。昭和47年にできたこの団地は当時1470戸を超えるマンモス団地だったんだワン。現在は古くなった住宅を建て替えてカラフルで綺麗になっているんだワン。ここにはブラジルやペルーなどいろんな国の人も住んでるんだワン。地域の人のつながりも強くて、昔から続く伝統の餅つき大会はなんと41年目なんだワン。さらにご近所さん同士で行う大掃除も今ではこの地域で欠かせない行事なんだワン。そして道路を彩るこの綺麗な花壇、ここは小学生が掃除を始めたことがきっかけで地域の人が花壇を作り、それ以来ずっと守り続けられているんだワン。またお年寄りが安心して暮らせる仕組みもあるんだワン。ここは高齢者生活相談所といって、お年寄りの相談に乗ったり健康を管理してくれる場所なんだワン。皆さん楽しそうですね。それでは問題。県営東浦住宅の建物はたくさんあるんだけど、すべての建物を合計すると20棟以上ある。丸か×か。この方にお聞きします。どうぞ。県営東浦住宅自治会の会長山田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、子供たちは全員が丸、なんか聞いたことがあるなんていうことを言っていますが、それでは会長、改めてお答えをお願いします。答えは丸。はい、丸全世界。はい、おめでとうございます。